山野桜デジタルです。こんにちは。オールインテルゲーミングノートパソコンの紹介です。今回はですね、ゲーミングノートパソコンを紹介します。今使っているデルのゲーミングノートパソコンがちょっとバッテリーの調子が寿命であまり良くない状況なので、新たにゲーミングパソコンを購入しました。で、今回もちょっと変わり種のゲーミングノート PC を買いました。まあ、何が変わり種かっていうと、インテルの純正の GPU を搭載してます。ARC A550M っていうのを積んでるんですけれども、この前回はですね、AMD の GPU だったんですが、今回はすべてインテルで揃いました。CPU は Core i7 の 12700H ということで、CPU、GPU、今回はすべてインテルで統一という構成になってます。で、初のインテル GPU なので、まあ、どのぐらいの性能があるのか、ちょっと見ていきたいと思います。今使っているゲーミングノートパソコンは、デルの G5SE5505 なんですけど、CPU が AMD の Ryzen5 4600H で、で、GPU がラデオンの 5600M という仕様のものです。まあ、これと今回買ったオールインテルのゲーミングノートパソコンと性能比較もしてみたいと思います。で、今回ファーストインプレッションということで、標準機能性能を見てみます。次回これに SSD 増設してみたいと思います。それでは開けていきます。初めてのインテル GPU なので非常に期待をしています。やはり NVIDIA よりは後発なので、まあ性能的には NVIDIA の方が高いとは思いますが、それでもインテルなので期待がしてます。出てきましたね。箱の中から箱が出てきました。真っ黒い箱が出てきました。何にも書いてない。ここに唯一 ARC って書いてあります。よいしょ。やはりゲーミングノートパソコンですから重いです。出てきました本体が。それと付属品です。目が全てこんな感じです。まずは付属品を見ていきたいと思います。開けます。AC アダプター機能当たり前なんですけど、今まで使ってきたものよりは一回り小さいかなって感じです。ここに書いてある通り 19.5V、9.23A、180W です。ゲーミングノートパソコンなんでこれぐらいの出力がないとダメだとは思います。ちなみに重さはどのぐらいかやっぱ気になりますよね。まあ持ち運びはあんまりしないと思うんですけど、持ち運んだと仮定したならば、まあ、435g、 前回紹介した10インチのタブレットと同じぐらいの重さです。さあ、ここまでに今まで使ってきたデルの AC アダプターはこの通りです。ガレリアの AC アダプターよりサイズは大きく、さらに出力も 60W も高い数字になってます。で、さらに重さも倍弱となってます。これが電源ケーブルですね。ミッキー形状です。これメガネプラグだとケーブル軽いんですけど、こういう形ですとちょっと太めのケーブルになるので重さはあります。これです。それとマニュアル関係ですけど、ガレリアステッカーの貼り方、これがステッカー貼るかどうか好みの問題です。 Windows セットアップのマニュアルが付いてますと、あと回復ドライブ初期化方法、使用上の注意、これが止められてます。こんな感じ で、あとこれが各部の名称保証書、まあ、その辺の修理依頼書になってます。で、型番が UL7C AA3US、 こんな型番になってます。これらが添付品類になります。で、今度本体見ていきます。まあ、こちらですね。ちょっと開けます。筐体としては小さい方じゃないですかね。割と小ぶりですよね。厚いかと思ったらそんな厚くないし、今よりも薄いような気がします。と開けてみましょう。落ち着いた感じですね。これ天気ないんです。はい。ディスプレイに関してはこんな感じで気光沢でとてもいいです。で、ここにアークってついてます。筐体もかなり落ち着いた感じで、艶消しで裏側こんな感じです。吸気とここから排熱されるのかな、こんな感じでしょうね。重さを測っていきたいと思います。さすがにゲーミングノートパソコンですので重いです。 9kg、 1.85kg です。 2kg 超えてるかと思ったらそれほどすごい重いって感じではない。参考までに今まで使ってきたデルは 2.5kg になります。こちらの方が重いです。各ポート類を見ていきますけど、まず前面です。ここには何もないです。向かって左側は譜面なんですけど、こちらに盗難防止の穴があって、こちらが有線 LAN のポートです。で、こちら2つ USB のタイプ A のポートが2つあります。 USB 3.2 のジェネレーション1になります。で、ここにイヤホンジャックです。マイク一体型のイヤホンに対応しています。反対側の側面に関しては、こちらがです、電源のポート で、こちらが HDMI で、これが左側と同じように USB Type A の 3.2 のジェネレーション1です。で、これサンダーボルトの4です。で、USB-C になります。後ろ側は何もないんですが、排気口が下側にございます。そこから熱風が出てくる感じですね。以上です。それでは電源を入れていきたいと思います。ここに AC アダプターで電源ポートに挿してます。はい、それでは電源を入れて入れます。バックライトがやっぱつきますね。かなりシンプルなバックライトになってます。10万円切る価格で購入できたので、まあ、そういった意味でかなりシンプルな感じです。で、画面は 144Hz 対応になってます。メモリーが 16GB で、ストレージが 512GB になってます。必要十分なレックという感じです。こちら11のホームになります。初期設定をしていきますけれども、日本です。タイです。スライドパッド結構大きめです。今回マウス使ってますけど、スライドパッドも結構使えそうな感じです。全体的にかなりシンプルです。社員画面が出ました。顔認証を指名しますか。アップします。準備 OK。 次でピンの作成します。このノートパソコンなんですけど US キーボード配列になってます。日本語入力は慣れが必要かなと思います。これで一通りの初期設定は終わりました。これから立ち上がります。
はい、立ち上がりました。こんな感じですね。お、顔認証もできてます。素晴らしいですね。何も入れずに立ち上がりました。こんな感じです。ガレリアのマークがついてます。まさにこれ11になってます。 CPU なんですけど、まあ、CPU ID で中身を見てみます。タスクマネージャーも合わせて CPU ID では TDP が 45W でノートでは高い方の数字なんですけど、コア数が 6P プラス 8E でトータル14なんですが、スレッドレスト20になります。次にメモリーです。 DDR5 の 4800、 グラフィックスが ARC の A550M になります。タスクマネージャー見ると GPU0 が CPU 内蔵のグラフィックスで、 GPU1 が Intel の独立した GPU A550M になってます。この2つがアプリの負荷に応じて動くという感じになってます。 CPU の性能を見ていくために、シネベンチで CPU の性能を見ていきます。新しい2024番ですね。まず CPU のシングルコアからいきます。でスタートします。はい、スタートしました。あと今ファンがかなり早く回ってます。音が聞こえますか。シネベンチ2024のシングルコアのベンチマークの結果が出ました。コアが106ということで、ランキングだと上位4位になってます。まあ買っているデルのゲーミングパソコンのスコアも表示してあります。ガレリアの方がかなり速いというのがわかると思います。次はですね、シネベンチ2024のマルチコアのベンチマークをスタートしていきます。はい、スタートしました。結構ファンが回転しています。マルチコアのベンチマークが終了しました。スコアが688ということで、シングルコアよりはランキングが下がってますけれども、7位のところに位置しています。今使っておりますデルのゲーミングパソコンのマルチコアスコア表示してありますので、比較していただければと思います。まあそれよりはガレリアの方が早いという感じです。標準の内蔵 SSD のベンチマークをしていきます。こちらソーリーディジムというメーカーかブランドか初めて見るんですけども、 512GB になってます。はい、それでは軽めでクリスタルディスクベンチマークです。はい、結果が出ました。 PCIe 4.0 なので結構早いです。シーケンシャルリードが3419で、シーケンシャルライトが1646ということで、まあ悪くはないですよね。これと比較してデルのゲーミングパソコンで増設したクルーシャルの SSD の比較も表示してます。クルーシャルは PCIe 4.0 ではなくて 3.0 なので性能的には落ちるんですけど、比較してみていただければと思います。ラムのベンチマーク結果はこちらになります。こちら DDR5-4800 の 8GB 2枚なんですけれども、まあ、その結果がこちらです。アベレージの方を見ますと 2982MB/秒 という感じです。今使っているデルのゲーミングノートパソコンのベンチマークをした結果が表示されてます。比較してみていただければと思います。それでは次に GPU の性能評価をしていきます。使うベンチマークアプリはファイナルファンタジー15です。でその前に CPU-Z で Intel ARC A550M の内容を見てみたいと思います。バス帯域が 128bit で GDDR6 8GB 積んでます。 GPU ID で PCI インターフェースの内容はこのようになっております。はい、それではいきます。ちょっと音を消して標準品質でフル HD で Windows でやっていきたいと思います。スタート。はい、始まりました。若干スコアの伸びが鈍いような気もいたします。で今ファンはフル回転です。表面温度の状況はこんな感じです。はい、今タスクマネージャー立ち上げました。で GPU の状況がこんな感じで、温度は71度です。でこれが A550M なんですけど、 CPU 内蔵の GPU も若干使用されてます。マックス 17% ぐらいです。 550M はもう 100% 使用率になってます。で専用メモリ 8GB なんですけど、半分ぐらいですね、使われてるのは。 GPU 見ますと20スレッドこんな感じで使用されてます。 20-30% ぐらいの使用率になってます。なるほど、CPU は使われてない感じです。終わりました。あまり良くないです。4654ということで、コアが出ました。今使ってるデルのですね、ゲーミングパソコンも、コアも表示してますので、比較してみてもらえればと思います。もう少し伸びるかと思ったら、ちょっと4654というのは若干低いかなって気がいたします。まとめになります。いかがでしたでしょうか。ガレリア、オールインテルゲーミングノート PC は安定感があって、CPU とメモリーは今まで使用してきたデルよりもベンチマークでは早い結果となりました。しかしながら GPU については Intel ARC A550M は2年前の AMD Radeon の RX5600M よりも性能が低いという残念な結果となりました。Intel なので今後の性能アップに期待したいところです。最後までご視聴ありがとうございました。今後もガジェット体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。また評価、コメントをいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。